このオルガンは実は去年、はい、新しく、はい、修復が修復というかリニューアルしたんですね。工事で、ね、はいはい、ずっとしばらく使えなかったんですけど、はい、それで大きく変わりまして、はい、すごく弾きやすくなったと。それは気候的に弾きやすい、はい、気候的に弾きやすくなったということが一つ大きなことだと思うんです。なぜかというと、もう1990年初めにこのできて、はい、やっぱりもう20年以上経つといろんな部分がですね、やっぱり経年変化で問題が出てきて、それで半年ぐらいかけて全部一度分解して、いや文字通りリニューアルですね。リニューアルして、でただ単にもう一回元に戻したんじゃなくて、楽器本体そのものが元々はそのままです、ね、はい、そのままです。ただ中の構造をですね、元々マルク・ガルネっていう、はい、お父さんが作ったものを息子のガルニエ家の息子たちがですね、はい、さらに弾きやすくしたと。例えば鍵盤を軽くしたりとかですね、はいはいはい、あと音の鳴り方を少し変えたり、 なのですごくですね、それぞれこのオルガン3つの部分があって、はい、ルネサンスと北ドイツとロマン派用のものなんですけど、それがそれぞれそれより時代に合う音になってきたということですね。でなぜかというと20年以上前は今ほど研究が進んでなかったので、それからやっぱりいろいろ分かったことというのも多いみたいなので、そういうテクノロジーの上での変化もあるわけですね。はい、研究の進み方によって随分変わってきたと。でこのオルガンが去年ですから弾いてびっくりしたんですね。他のオルガニストに聞いてもみんなこんな楽器になるとは思わなかったと思うような弾きやすさですね。そうですか、はい、オルガンというのは楽器が大きくなればなるほど鍵盤は重たくなるです。で重たくなるとどうしても細かいパッセージとかは弾きにくくなるので、表現の上で障害になりますね、はい、なのでそこがやっぱり一番の問題だったんですが、そこをすごくよく直してですね、はい、今最高の形になっているんです。でホール自体は今までちょっと響きが変わった部分もあると思います。そうですね、前より少しあれが、はい、なんていうか反響が、そうです、で前よりも残響が増えてます、はい、そうですね、それでクリアな音がよりオルガンのクリアな音が聞こえるようになったので、そういう意味でマッハを聴くにはいい、とってもいい環境だな。はい、なぜかというとマッハというのはすごい細かい音符でいろいろなことを表現しようとしているので、そういう時にあんまりその細かい音符が聞こえないと、あんまりそれがマッハの書いたことがわからないので、そういう全てのがクリアに聞こえるというのはとってもマッハの音楽を演奏する上では魅力的なことです。そうですか、じゃあここにいい選択だったんですね。そうですね、ここに変えたことはね、はい、でもあと2回ですか。はい、あともう残念ながらあと2回で終わってしまうんですけど。あ、そうか、今回やられて、はい、その後もう1回で終わりですね。来年の5月で終わりになるんですけ ど曲的にはだんだんバッハの最後の方の作品になってきてまして、それで多分前回、はい、もうお話したと思うんですけど、はい、マッハの後期の作品になればなるほどやはりより大きな楽器で弾くことが、はい、いろいろな音色が求められるので、はい、そういう意味ではちょうどいい大きさでだはないかと。はい、でマッハのいたトーマス教会だとか、はい、ああいうのはだいたい2000人前後が入るような、そうするとうん、いわゆる日本のコンサートホールに近いですね。で昔の教会はそれほど残響が時間がなかったというふうに言われているので、多分ですからちょうど迎撃ぐらい のオルガンでそういう響き方でっていうのは、多分バッハ自身も多分聞いたら、あ、この響きと思うような気が近いですね。その当時のものに近いというふうに思います。反対にですね、ヨーロッパの残響のすごい長い教会で弾くと、マッハは弾けないんですよね。ああ、前の音が残るわけですね。そうです、残って何弾いてるか分からなくなるんです。日本にもいくつかそういうカテドラルのように響くところがありますけど、はいはい、そうするとマッハみたいな音楽の時は少し工夫をしないと弾けなくなってしまうと。そういう問題があるわけですね。はい、反対にカトリックの教会はよく響くんですけど、一般的に、はい、ああそうですか、はい、ああいうようなところはやっぱりメディテーションのようなことがまず音楽の目的であるので、はい、そういう意味では
響く中でゆったりとした感じで弾くのにはやっぱりよく響く教会がいいと思うんですけど、やっぱりバッハはちょっとそういう意味では違うかなというような気がしています。あ、そうですか。はい。で、まあ、今回はもちろんあのバロック面の楽器を使って弾くんですけど、はい、実はあのモダンのロマンティックな面も一回は最後は使いたいなと実はそういうあのことも思ってはしまして、そうすると来年で一応バッハは区切りつきますけど、はい、それから先はもっと、そうですね、まだまだやりたいことはたくさん自由にいろんなこと、ね、計画できますね。はい、ありますね。で、今回あの初めから要はバッハをもう10年近く順々に演奏してきて、もう今回が最後の最後に近いですね。そうですね。で、あの今回演奏するあのライプチヒコラール州っていうのは、はい、あのバッハがもともと若い頃に書いた作品を、はい、あのライプチヒに移ってですね、はい、その時にあの今まで書いた作品を集めて一つの曲集にしてるんです。ああ、だからおそらくバッハが選んだ一番あの、はい、いいと、自信作を集めて一つのコラール集にしてるんですね。で、あのもちろんこの後にあのクラブや練習曲集だとか、はい、そういう最後に弾く、はい、最後の回に弾く曲集もあるんですけども、はい、おそらくバッハが一番好きだったコラール演奏曲を集めたというふうにあの思うんです。で、実際弾いてみるとすごくあの彼の歌心というかですね、はい、そういうのが見事に表現されているような曲が多くて、はい、僕のすごく好きな曲集なんですね。そうですか。で、全部で17曲あるんですけど、はい、実は初めの方と後の2曲はあのちょっと違う、はい、初めの方はですね、全部バッハ自身が楽譜を書いてるんですけど、はい、最後の3曲のうちの2曲は、はい、あのバッハの死んだ後にバッハの弟子が、そうです、はい、あの書き写していてですね、はい、で最後の曲はあの有名なフーガの技法の最後に載っているコラールでして、はい、あの途中で、はい、あの絶筆になるようなあのものなんですね。で、あのそれを最後にまたそれを写してあるんですが、それがすごく、うん、これ以上美しい作品はないと思うような、あのぜひあの聴いていただきたい最後の作品は特にですね、どういうふうに思うわけです。はい、はい、あの今はですね、あの長崎の活水女子大学というあの大学で、はい、あの教えながらいろんなところで演奏をさせていただいているわけなんですけども、はい、まあ、ちょうど実は今回の演奏会とも深いつながりがあるんですが、はい、いわゆるのコラール賛美歌 の、はい、あの研究をですね、ちょっと近頃よくしておりまして、はい、あ、そうですか。はい、あの例えば今歌っている賛美歌集になって、教会で歌っている賛美歌集と、はい、バッハの歌っていた頃の賛美歌、コラールが随分違うんですね。はい、で、いろいろ見ていると、昔はもっとゆっくり歌ってたとかですね、そういうことが分かってきてですね、はい、あ、ゆっくり歌うからこんなにバッハのオルガンの作品ではコラールの旋律はゆっくりとなるんだとかですね、そういうようなあのちょっと研究をいろいろしていて、あのいろいろな発見がありまして、はい、で今回はあのコラールをあの2人の歌手に歌ってもらうんですが、はい、2人とも、まあ、ドイツスイスに留学していて、はい、まあ、ドイツ語を歌っていただくならこの2人というあの石川さんと丹野さんの2人にお願いをするんですけど、はい、やっぱりその人たちに聞くとですね、今の教会で歌っている何て言うんでしょう、綺麗な感じじゃなくもう少しリズミカルな感じで歌ってる、はいはい、その辺も研究の結果分かってきたので、それもぜひ合わせて聴いていただきたい、あ、なるほど、はい、そうですか、というふうに思ってます。はい、